ですね、2P 側。まあ今日は2ライフということで、多分いろんなキャラが見られる可能性がありますね。はい、2P が、はい、遠足さん。遠足さん、名前最近変わったんですね。いや、もうなんか結構前から。あ、そうなの。遠足なのかピクニックなのかぐらい。あ、なるほど。今日ピクニックさんにいきなりなんかパムさんとゼロニウムやろうかなと思ったら俺がやるってなって、1試合目僕負けたんですけど、はい、負けた瞬間に、はい、お前弱え俺は大してやってねえのに。そう、それで俺全くやってないのにってやって、でその後僕勝つじゃん、はい、で僕勝ったら、うん、ピクニックが俺のキャラ弱えって言って仕上がってる。いい泣け出しはつってましたね。いやもうね、もうみんなそんな感じですよ。 2P ピックさんですね。結構あれ、あ、まあ2ライフだからか、なんかキャラが多分ランダムなのかなこれ。あ、でもシェンとデュオロン入ってるから選んだかもしれないですね。1キャラランダムかな。なんでこのゲーム、はい、初期しかビリー使わないんですかね。そんなにあれなの。ワンピー初期さんですよ。ああ、まあ、初期さんもピクニックがビリーを使ってるのか。ビリーカーンはこのゲームですね、棒になんか神経が通ってまして。はは、あ、KOF は武器に暗い判定がないはずなのに。あるんですよ今回は。まあ中の人変わっちゃったんでしょうね多分。だからもうなんかすごいとこで食らったりとか、しかもなんかちょっと判定が弱くて、はい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 、棒でなんか変なとこで食らったりとか。あれビリーってこのゲームで初参戦ですよね。そうですね、初登場なのに弱い。弱い、厳しい。弱いというか、もうなんだかのやっぱ判定で勝負できないんで。なるほど。自分からうまく触らないといけないんですよ。ぶつかり合いになるとやっぱ弱くなっちゃうんで。まあなんかじゃあベニマルみたいなキャラは一番苦手としてるような。そうですか、弾が めんどくさいですかね。とりあえず確かにこのゲーム弾強いっぽいですもんね。まあそこそこ強い。ただやっぱゲージが溜まるんで、ガードすると削りダメージが少なくてゲージが溜まってしまうので、あんまりじゃあポコしか打てない、まあ、そればっかりやってると結構逆に美味しいっていう場面もかなり多いですね。なるほどなるほど。中堅対象戦で、まあ、こっちが対象で、まあ、ハンドラ2ゲージとかで相手がやっぱ弾打ってくれたらガンガンゲージが溜まって対象戦で有利になっちゃうんで、逆転の準備がどんどん整っちゃうような。そうなんです。でこのゲーム30秒まで250回復しちゃうんで体力1000なんですけど全部で。あ、回復量多いんですね。回復量が多いんで、その30秒以内にゲージを試しつつ中堅を削っていくっていう立ち回りをするとかなりいやらしいというか強いんですよね。だからそれであえて僕は弾をガードしてゲージを貯めたりしてますね。そのシステムはなんかいいですね。僕みたいな初心者というか後から入る人間にも。そうですね、意外とこう優しい気がするな。コンボと、まあ、読み合いが分かってればそこそこ勝負になるんですよ、うんうん、しかもキャラが強いやつが本当に強くて、あ、読みが強ければ読みが強くてやっぱコンボができるやつはすぐ勝てるようになると思います。なるほど、はい。矢口くんとか本当にすぐだと思いますよ。本当に M ダッシュか矢口かぐらいの。出たー覚えてろよあ、これはピクさんのデュオロンが活躍して大正大門。なんかずっとここ最近デュオロンっていうキャラがなんか騒がれてたような。なんか誰か来た人いたよね韓国から。あ、マット系かなが使ってたんだっけ。そうですね、マット系はいつもずっと使ってます。すごい活目してたよね。これはキャラ的に今までの知らなかった動きがその人のことによって出たことによって発見されたってこと。いや、そういうわけでもないんですけど、まあ結局守り弱いんですよこのキャラ。あ、でそこをどうごまかすかなんですけど、それがやっぱマトケウフは非常にうまくて。なるほどなるほど、はい。まあ、たまたま日本人で使ってた人がいなかったのか。うん、あんまいないですね。天川さんぐらいですね。まあ、若手の平成生まれのプレイヤーなんですけど、彼はアッシュ、シェングー、デュオロンという魂チームでずっとやってて、へえ、まあ、彼がコンボとか相当に詰めてまして。なるほどなるほど。まあそれでも強いかって言われるとどうなんだろうって、うん、まあ強いことは強いんですけどね。やっぱちなみにダイモンは、ダイモン大将こうなると相当強いんですよ実は。火力が高くて。あ、そうなん。発動すればジャンプ CD カウンターから8割
とかになっちゃうんです。なんかいつからかダイヤモンそういうキャラになっちゃいましたね。そうなんです。結構ね、その あんまり判定で勝負するワイヤーのままなんだ。そうなんです。これ多分死んだっぽいですね。これでネオマガまで決まれば死んだ可能性ある。あ、生きてる、ギリギリ。すんごい、減った。これ何なんだこれ。だこれは発動していって、ただゼロゲージだからもう、なるほどな、よえー。あ、じゃあ俺が出ますか。同時押し難しい、よすが、よえー。あ、食サムだけ珍しく向きになってる。じゃあ次座ったのは高校さんですね。高校さんのキャラは浦京、佐伯、タクマで、食さんはベニマルダイモン、リオロン。お互いもう見たことないようなキャラですが、もう大丈夫なんですかね。初代草薙、裏兄弟ディオロンですが、まあ被るまではディオロンが全然いって、被ったらちょっときついって感じですね。さあこれ被ってたのはね、出場側。さあここからサンプル詐欺やって端で固めていく。さあこの固めが非常に強いですね。はい、ボディの発生が入り、画面端からしっかり全体をとがめていく。さあ立ち合いに戻って、まあ、ディオロン体力が半分減ったところですね。で、ディオロンで波動を巻いて波動を巻いてって感じですね。さあ、ここで端に落ちれたのはココさん側。しかし、しっかり上を通さず。さあ、画面端戻ってきてしまった。さあ、こうなってくるともディオロン側は火力もない、相当苦しい。さあ、ワンコンも入り。さあ、最後中段締め。ココさんはね、スキャを初戦を取りましたね。左中堅ベニマル対ココさんの NS 強ですね。まあ、これは、まあ、正直ぶっちゃけ全く見たことない組み合わせなんでよくわかんないんですけど、まあ、ベニマルの方が触りやすいんでしょうね。さあこれ、ああココさんのぶっ放しが当たり、さあ端はきつい。さあしっかり確認していく。で高いコンボを決める。で端の立ち振ったマートのボディが暴れらんない。あの連携が非常にこのゲーム強くなってまして、立ち振った場所からのボディでもう本当動けないんですよね。さあローローと刻んでいくボディ。さあ小判足払い。さあかぶってガキャン。ボディボディが強いですこのゲーム。さあ今のガキャンもワンチャン隠ってない可能性があるので、このゲームのガキャンはすごい遅いですね。さあもうダイモン1枚になってしまった。さあ食さんのダイモンは何かやってくれるはずと思ってるうちに、なんか画面端に行って、まあコウコさんがダイモンの苦しい距離キープし、ボディからしっかり、まあ、ちょっと安いですが、ワンコンボ入れ、タチウッド、タチウッドは、ファム一丁前に実況してんだよ。ダイモンが、ここで移動を通し、でダイモンかぶっていき、ダイモンかぶっていってかぶっていくんですが、もうこれ熱狂側の捨て毛が入ったら死んでしまう。その体力ですが、ダイモンがどうするか。かぶってジャンプ D、 壊し立ち火。さあ大根の連携技、これは痛いの入って、地雷神をなんか ND でおしゃれに避けたEX 地雷神を ND でおしゃれに避けるという離れ技を見せ、おしゃれすぎる。いや確かに今理論上避けれますが、まあやんないよねっていう。さあもう、サイキとかでのすごいキャラ出てきて、もうこの状況はもう無理ですよね。地雷神、ND で避けられちゃいましたね。あっちゃさん。はい、こっから2周目っていう感じですかね。やばい。クーラ、空手、イオリ、職人かと見せかけて、なんかよくわかんない護衛が2キャラいる。
そうだね、用心棒が2キャラ。さあ、ココさんのキャラを変えて K ダッシュ、熱出鏡再起。さあ、なんかゲームが違う組み合わせが見えましたけど、そうですね、これ02UM なんじゃ。さあ、いいのが入ってワンコンボ。さあ、強制ダウンから壊し壊し壊し。この組み合わせどうなんですか。これ全然全くわかんないですけど、なんかまあ K ダッシュなんですかね。俺は K ダッシュの方がとりあえず組み合わせというよりキャラパワーというか、 ありますよね。まあダメージソースとかいろいろ考えると K ダッシュの方がいろいろできるかなっていうところあるんですけど、まあやれること多いですよね K ダッシュ。そうですね。あとジャンプアッターは強くて、そこからしっかりカウンターから拾う技もあるし、そのとこすごい優秀ですよね。そうですね、結構しゃがみ B とかもしっかりしてるから。あ、そうですね、こう足も強いしみたいな。さあ、しかし2番手用心棒うまい、しっかり大倍率を落とす。なかなかこのゲームで難しいですね。さあ、いいの入って、これは5割5分ぐらい減るルートですね多分。そうですね、これは最後浮かせられる高さかな。浮かせて前へ昇竜拳。さあ、いいダメージ。さあ、たまらず小砲出すが、いやー、ココさんしっかりしてますね。そうですね、だから K ダッシュのあの立ち B からアインっていう連携は結構強いですよね。ああ、そうですね、確かにあれは結構、あれは結構強いんで、うん、いい技です。そう、やられてるとすごい嫌な感じになりますね。さあ、一気に対処、うまい、うまいですね。さあ、しっかり嫌な距離キープしていく。さあ、なかなかこの寄り側も崩しに行けないが、これ刺さる。さあ、ワンコンボ入れ。さあ、まだはがめ端を追い詰め、なんかすごい見えづらい感じになった。あー、これは死ぬ、あ、死なない、あ、死ぬ。さあ、ちょっと燃えてしまった。あーと、ここではがめ端苦しい。あー、鋭いな。やっぱあのローキック強いですね。強いですね。さあ、勢いに乗って高校さん勝利。さあ、これ、はい、かの神様が、確かに、ラー先生、ラー先生、来ました。最近サーティーンにお熱な、サーティーン、すごいやり込んでる、新宿の方面でやり込んでるみたいで、なるほど、まあ、だいぶこのゲーム終わらしにかかってるなっていう感じがしますね。いや、分かってますよ。いやいやいや、ラーさんも違うって、多分もう 1ヶ月、2ヶ月したら、いや俺もう本キャラでも無理っす。危ないことになりますね。危ないっす。さあ、いろいろまあキャラも試行錯誤している感じですが、なんかキャラはこれで順番を試行錯誤してる感じのイメージが、なるほど、なんか初手フォアだったり、はいはいはい、まあ一番ね空手だったりどっちにしようみたいなことを聞いてますね。まあ、基本的にはこれがまあ一応安定かなっていう感じしますね、このチーム構成であれば。まあ、そうですよね、このチーム構成だったらこれですよね。まあフォアは酒飲んだりハンドラで済ましたりで、やっぱドライバーって強いんで、さあ、ボディこれサンフレサギになるのか、さあ、被っていき、こうなるとやっぱ熱狂すごい強いですよね。そうですね、これやっぱ一回こうなってしまうとっていうところはありますが、空手も似てるんですよね。まあそうですね、一回かぶったらどっちがみたいなところはありますが、まあ、初手戦は空手対なんかってそうなりやすいですよね。はいはいはい。あー、すごい。さあ、強気に相手に攻める隙を与えない、厳しいな今の昇竜拳は。まだ俺の番だっていう意気込みが感じられますね。やばいっす、僕最近ああいうところでことづき出すの大好きなんですけど。なるほど、あの下段だろって言って、おずつきですね、おず、おずつきっす、おずつき。なんかすげえ差し返しが入り、さあ、フォアのちょっとこの弱点の部分がね、まあどのキャラも落としづらくはあるんですけど、まあ、ここはこれは漏れてしまったのかな、可能性ありますね。大昇竜が入ったっていう、はいはいはい、よくあります。フォアあるあるっすよね。さあ投げて、あ、こうなると苦しい、はい、おお、ナイスガード、苦しい。まあ熱量は安いので軽くはない。これ超苦しそうなんですけど、確かに、あー、ちょっと難しい、 あれ難しいっすよね、ちょっと。そうですね、おしっかり、ここはあっと合ってない。いや、まだ酒飲んで捨て系がある。さあ、どうする、ここは飲まない、掴みに行くが、お、あー、これドラちゃんを仕込み忘れたか。あー、厳しい。
フォアジャイアン、まあ、ちょっと爆弾キャラなところがありますからね。まあ、チンゲンサイをちょっとマイルドにした感じで、まあ、そうですね。さあ、大将の、まあ、強キャラなのか職人キャラなのかよくわかんないキャラでき。さあ、いやいや、ピクニックは見守ってます。この見守ってますね、このシェンウーを。あれ、シェンウーは、あー、シェーン最弱とか意味わかんないこと言ってますけど、確かに頭いかれてますね。いやシェーン強すぎて困る。いやでも僕さっき使って弱かったからな。いやでも俺が弱いだけなんで、シェーンは強いです。さあ、ここをまずはこのまま仕留めたい。うまい、うまいですね今の。あっと、お、立ち火、あー、まあ今の確定っぽいですね。はいはい、あれシェーンウって 7B ガードして確定立ち火とか入ります？知らないが入りました。ギリギリ入るか入らないかってとこでしょうね。キムとか EX 3月確定するじゃないですか、当たってもガード。あ、はいはいはい、そういうのがあるのかなっていう。あ、これは終わってしまうな、どう言っても終わってしまうな、これは。まあ安定の方で。さあ、やはり高校さん力強いですね。強いっすね高校さん。矢口さんの渡す形だったらいいんじゃないですか。はい、じゃあまあまあとりあえず、そうですね、続いては葉っぱさん。ああ、葉っぱさん、いや本物の職人が現れたんですけど。確かに。これはもう紛れもない職人プレイヤーですね。え、いや、シェンウーじゃないんだ。シェンウーじゃないんですよ。違う違う、いやいや、いや、ミリーカウントクーラーのことを職人させてるんだって。確かに。いや、シェンウー、まあ難しいキャラですね、あのキャラ。まあ確かに、まあ、真面目な話、うん、まあ難しいですけど、うん、さっき使ってみても全然自分で使えないんで。さあ、置き攻めが入り、あ、しっかり高いのいる。これ本当いいよな、詐欺も安定してできてゲージも溜まってダメージもなかなかですもんね。いや、まああれ、あの高さは詐欺できないんですよね。あ、そうなの。あの荒髪がちゃんと地上で当たらないと3フレー詐欺でしたっけ、あの安定のやつにいけないです。あ、そうなんだ。でもまあビリーに対しては、まあビリーとか、うん、勝利を持ってないキャラに関しては割と適当でもいいんで、うん、なるほどなるほど。あ、それは当たらない。ここ使ってしまう。禁止3段からしっかり上まで。ビリーガン結構減りますね。まあまあそうですね、中央にしては、まあビリーにしてはというか、まあ、なんというか、まあこういう系のキャラにしては結構減るなっていう。まあそうですね、ケベッシェー、はい、ありがとう。ビリーガンもなんかなんですかね、デュオロン系のキャラする、どちらかというと。まあそうだね、まあそうですね、チクチクいって、そうですね、ペースをできるだけずっと握っていたいキャラというか、まあどのキャラもそうなんですけど、握りやすいキャラですね。この組み合わせですが、クーラーがしゃがみ火を振ってるだけで、草薙京がジャンプ攻撃がほとんど当たらないという。あ、そうなんだ。ジャンビーぐらい、ジャンビーを超低めに出して当たるらしいです。ギリギリ、へえ。しかも位置がもう、あ、限られる、頭のところじゃないとっていうぐらい姿勢が低いらしいですね、クーラーのしゃがみ。なるほど。これはタクマですね。あ、ぶっ込んだ、当たらないが断裂拳。さあ、これがワーケン切り返していく。うまい、しっかり上を見て。このジャックバイって無敵あるでしたっけ。無敵はありますね。うまいな、しっかりわちゃわちゃが入り、極限流か、お、ここ断裂拳。これ使ってどうなるか。これ死なないんですよね。まだかな、ギリギリ残るか。いやー、タクマいつも思うんですけど、マックス思考拳いらないんでマックスランボ欲しかったなっていう。ああ、そうですね、マックス思考拳の使いどころが、まあ、ほぼないと言ってもいいもんね。断裂拳を出すときに EX 覇王思考拳が出て、ああそれはあちゃーっていうタクマ使いをちょこちょこ見て、これ苦しいよな。苦しいですね。さあ、タクマ対シェンウ。うわー、いったー。これはどうするか、残念拳で締めて、ゲージが溜まって、強パンが出ない。しっかり全然入れてましたね。そうですね、しっかり入れ込んでいて、早い。早い。早い。さあ、しかし、まあ、きついですよね。うまい。へぇ、思考拳を使った。使わざるを得なかったが、1回しか当たらない。あれ、ちょっと引きつければ3段入るのかな。なんかもうその時点でどうなんだっていう。まあ確かに。
や判断できないじゃないですか、ね、ジャンプとのなんか入り方にもよりますし、確かに難しいね。あもうさあこれナルトさんがこれはもう確定ですね。あれ EX だとマイナー2とかだよね。あそうですね、あそこからコマ投げとかもうやりたい放題なんてタグもあったですよ。確かに、しかもシェンフ早い発生のコマ投げないからね、ワンフレがないから。いやワンフレだけっていうのはそういうだけ言いたいっすよね、あの確定が取れるっていう。 あとこれはこれは2ゲージだが1ゲージかな多分。2ここは1早めに締めて、ちょっと安いルートでしたが、あと何か当たって爆心でもう死ぬ体力で、爆心カウンターでワンチャン死ぬ体力。そうですね。あっとこれはうまい、再起の小足から発動コンボは難しいんですが、しっかり決めていきました。さあ高校さんの連勝止まらず強いですね。いやー強いですね。いろさあここで先ほどもちょっと、ね、はい話をしましたが、最近ちょっとお熱なナルトさんです。このゲームに何を使うのか、炎空手キム、まあ炎と空手は決まってるっぽいんですけど、あと1キャラ悩んでる感じ。ああなるほど、キムかバイスかみたいな感じで、まあ悩むところではありますね。まあ難しいっすよね。まあどっちもどっち感がぶっちゃけ否めないんで、バイスもキムもどっちも強いけど、どっちもきついとき、きついところはきついよっていう。そうですね。あとまあ結局中堅の空手が強すぎてもどの対象キャラもきついんですよね。確かにこのゲームそれはあります。さあネス兄弟炎より、まあこれはもう毎年あるような組み合わせですね。はい、しっかりダッシュダイバンからいいのが入り、まあちょっと怪しい飛びあり、ボディが入り、ボディがボディ入り、これは肩、まあそうですね、先飛びにはならず。さあ青い花、この青い花やっぱ苦しいですね。さあ打っていく L、 あーめくった。そうですね、高校のところであの逆勝利入れるとかあるんですけど、なかなか昔の系譜メインでやってると出づらい。逆らいたいね、すぎょう。おうまい、しっかり上見てますね、さっきから高校さん。そうですね、攻めの能力もさることながら守るところもしっかり守っている。さあちょっととじりじりしだしたが早い。さあボディが噛み合って、さあなかなかナルトさん側がまとまったダメージを、うまい、しっかり得意の対空を決め、最近あれで対空してる人見ないですよね。確かにあんまりなんかなんていうかちょっと捨ててるというか、まずその前に自らうまく飛び込んでいく方がやはりメインになってる感じですよね。まあ、そうなんですよ。あと対空なんかメインはやっぱり昇竜拳から冷えに、あー確かに確かになってしまって、あれ使う機会がもう弾抜けぐらいしかあんま見なくて、あーちょっとそうですね、ピンポイントで使う技みたいになってますね。そうですね、まあ、落として怪しい昇竜拳が入り、エンディから足払い、さあ小判を巻いていますが、やっぱりエンディ対策はもう大事なんで、さあこの端で倒してやりたい。さあいいのが入り、まずは1人、まあ、この半月弾難しいところですよね。使う方としてはもう当たってくれっていう意思でやってる、お願いですよね。いやーでガードされたけど有利なんだけど、がっかり感が半端ないですよね。まあそうですね、この状況だとうまい、しっかり上見て、それは詐欺にならない。さあエンディを警戒しつつってとこですね。あ、うまい、これはまだ死ぬ、いや死なない、死なないかな、けど使うんじゃないかな、使うでしょうね。ギリギリ残るかな、あ死んだ、うわーぴったりぐらいで死んだ、死んだ。さあこれちょっとモブ君が入り、
タコゴさんランダムで足を引いて終わったという自業自得すぎて何も言えない。さあ、コウコさんの足とか見たことないけど大丈夫なのか。はい、試合の方始まってますね。モブ君ランダムでコウコさんが2キャラ選んで、2キャラか1キャラかな、まあ、アテナとアッシュという、もうコウコさんこのキャラ使ったことあんのっていうレベルのキャラが出てるんですけど大丈夫ですかね。がワンピー側のモブ君すごいもうやる気でやってる人ですね。デュエルにもいまして、あの敗者復活で当たりましたね。あーなるほどなるほど。いやもう巻きかけて当てれました。はい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 。さあまあ本当頑張ってますね。18歳らしいですまだ。嘘でしょ。すごい。若手って俺の言葉じゃないの。いやさらにやっぱりいましたよ。6若いんですけど俺より。いやまあまあ今回言っても若手って言われる方普通ですからね。まあまあ24ってもうおっさんじゃねえかっていう。さあここは落としていく。いやでも業界はこんなにもう28、29もうみんな30超えてる中、まあそうですね、10代っていうのはもう衝撃的ですね、はい、もう貴重すぎて、もう2倍の年齢の方とか普通にいるんじゃっていう。いますね。ですよね。います。98の山川さんとかもなんか、まあそうですね、近いです。ですよね。いや若い人頑張ってもらいたいが、ちょっとこの老害の年齢は。マジか。今すごいな。うん、なんかすごいことが起きましたが。さあ、パナにしてしまい、ここは投げ。さあ若い昇竜拳が老害の方から出てしまい。確かに。若さをアピールしますね。若さをアピールしますね。候補さんは。なるほど。まあ、いくつかわかんないですけど。さあ、ゴーゴさん、アッシュ。さあ、ここは詐欺になっている。あれはサンフレ詐欺ですね。そうですね、ちょうど詐欺ですね。対空なんだ。なるほど。減らんね。確かに減らね。減らないな。アッシュ。できるんす。できるわけない。しかも位置が入れ替わってしまった。しっかり今位置入れ替わって D サイドよく出しましたね。そうですね。しっかり、まあ、今のは迷うとこですが、まあ、まあまあ殺しきるべきかな。まあ絶対倒した方がいいんで。そうですね。まあ 100% コンボで死んだ可能性もあるんですけど、まあ絶対倒すことは大事なんで、はいはい。さあこれ全然もう高校さんが相当苦しい状況になりましたね。そうですね。ここも僕はまあ倒せないまでも、まあゲージを使わせたり貯めたりで、そうですね、なんとかやりくりしていきたいところ。ああ見えづらい。さあちょっと安かったが2発目。さあタジウッドは D サイド、この D サイドを側をさせるだけでも相当バイス側としてはでかいですからね。あそうですね。もう自分にしかゲージがたまらないという、もうこのゲームでは珍しい技になっているので。あー、まあ、冷たい。まあやっぱかぶられた時の暴れが弱いっていうのがバイスのやっぱ弱点なんで。ああ確かに。まあその代わりあの遠距離でいろいろあるよっていう。まあそうですね。あとはまあ弱盤から、まあ、リターンがだいぶ取れると、まあね、攻めてる時も強いよっていう、まあさあ状況はかなり五分に近い状況。あ、アッパーが出なかった。おっと。打ち切って、それは減るのかちょっとわからないけど、まあワンコンボ。多分打っていく。打っていく。多分3ゲージ高校さん側もたまるんで、これなんか当たったら危ないんじゃないかっていう。そうですね。おギリギリたまった。これは3ゲージだが、あこれはミス。おうまい。うわっ、あーすごい若い若いだー。いやーどっちが若いのか分からない内容で。さあモモくんが勝利。え若さで負けない。さすがだ。若さが出てしまいました、ね、若さが溢れてましたねだいぶ。さすが18歳と運ヶ月の私。勝ちたい気持ちが、はいはい、はい、ここでさあぼちぼちラストに向けてといったところでですね。はい、さあ 1P モブ君 2P が京塚さん。
熱狂対ロバート。ここはロバートやはり流域圏で追っ払いたいところですが、だー原逆出し切るが反撃できない。 EX ことつきが入って画面足 EX 流域圏、すごい読み合い。さあちょっとこのゲームの残烈点はあんま強くなさそう。確かに、ああ隙がでかい。あんまり生で見たことないから隙がどれくらいあるのかもよく分かってないっていう。 UM の方がちょっと厄介そうですね。あれ強いですよね、判定も強いし。本当に端っこに詰められて当たるか当たらないかのところで振られるとなんか割とあれだけで嫌な感じですね。すごいめんどくさいです。いや開幕コトツキ、さあこれはカウンター。あだ僕が出したかったのは今のですねなるほどさっき出したかったの虫キーが出てしまいましたが、さあ表遅らせの七瀬からドライブキャンセルしっかり決めて、おっと EX 毒髪を投げて昇竜にしっかり反撃。落ち着いてますね非常に。そうですね、やっぱ強くなるのが早いというか、やはり環境もあるんでしょうけど、18歳ですよ。そうですね、まあやっぱ環境とやる気があると、そうですね、成長スピードは半端ないですね。まあ、ファム君もすごかったですね。あ確かに。これうまい、しっかり確認して、ダーループから、とっつかまで決める。かなりコンボ精度も上がってきてますね。確かに確かに。非常にミスが減ってますね。だからここでひろきさん、再び。ここ結構いい勝負っぽいですよね。そうですね、確かに確かに、先ほども、うんうん、多分対戦してたと思うんですけど、ひろきさん結構キャラを変えてきてて、あまた爪に戻ったんだ。最近ベニマルを練習してたんですけど、あはいはいはい、まあきついですねあのキャラね。僕もちょっと使ってみたんですけど、はい、触るまでがねちょっと難しいですね。あれあそこまできついと思ってなかったっすわ。小足がな短すぎて、そうなんですよね、ダメージにつながるところまで行くのがかなり苦労しますね。やはり居合で結構ごまかす、そうですね、ごまかしごまかしな部分ありますね。いけないところが多くて、ちょっと自分には向いてないなと思ってしまいます。なるほど、やっぱりコンボの爽快感とかね、まあループができると本当に楽しいキャラなんですけど、はい、まあ、そこに行くまでがかなり苦しいキャラだと。さあここはひろきさんのアテナが落ち着けていく画面端。さあ AC が漏れるがコンボ入らず、ひろきさんがちょこちょことダメージを取って、ここででかい選択肢、太いのを通していくが今日のサイクソード出ない、ぶっ放しをガードして C 前火。まあアテナって結構こういうこと多いんでね、逆にアテナ側がミスったけど落ち着いてパナスをガードしてっていうのがよく見られる光景ですよ ね、はいはい、ね、そこで落ち着かなきゃいけないっていうのはあの状況だとかなり苦しいです。今のガードされてしまうと相当嫌な感じ。さあここは発動してミスっていく、ぶっ放しが刺さってハンドル吐いてメインゲームまで決めて、さあここも入る、体力は同じぐらいで立ち入りガードして、さあこの位置は非常に強いバイス。しかしここはメイヒムガードしてドライブがないので追撃はできない。画面足2択、おっとこれは多分尻が出なくて漏れてしまったが、ここは最大ジャンプ CD から EXD サイドドライブしっかり入って30秒、ああいいですね、いい感じですね。このキャラ EX メイヒムから弱メイヒム EX メイヒム、あ違うわ、あそうだ、強メイヘム EX メイヘムの後に弱メイヘム金 D って入るんですけど、はい、ああはい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 、中央で入るのこの間初めて知ったんですよね。ああなるほど、意外と誰もやってなくてめちゃくちゃ減るんですけどね。ああそっからもう一回拾ってみたいな。そうなんですよ、ああなるほど、金 D EX D サイド、イメージハンドラでなんか580ぐらい減るっていう、ジャンプっぽいから。ああこれはうまい、それをこの間須江さんがね、愛知の、愛知じゃない、愛媛の友人の方が来てて、はいはいはい、その方とやってた時やられまして、だいぶ結構伸ばせますねそれだと。そうですね、
さあ試合の方は大将中堅戦、あこれはひろきさん相当有利な状況ですね。コンボ決めたらワンチャン、このまま決めない、はい、壊しからでは死にませんが、もうこうなってしまうとわからない。じゃあ画面端が絡むと火力が高くなってしまう爪より、具体空から後転は咎められない。あっと何か出たが通常投げで咎めて裏に行って投げる。シェンウーはめくり技が、まあ、ほぼないと言っていいの で、 あそうです、ね、めくってしまうともう擦るしかない。ここは入れ込みしっかりしている。残りわずかですね。さあこの後の読み合い、様子見からダッシュ投げ、あまあいい選択肢ですね。難しいところですが、ここはひろきさんが制して、あと何人ぐらいいるんですかね。